更新後の1967、型電車車内ロンドン地下鉄1967、型電車は1967年から製造され、1968年2月21日に営業運転を開始したロンドン地下鉄、ビクトリア専用の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両断面のうち小さい方の車両群に属する。1967型電車は、 自動運転が計画されていたビクトリア専用として1960型を改造して行われた自動運転試験の結果を反映して製造された。自動運転の機能確認のため当初セントラル線ウッドフォードハイノールートで4両編成で運用され、1968年9月1日のビクトリア線開業時に予定通りビクトリア線に転属している316両が メトロキャメルで製造され、1989年から1995年にかけて、ロサイス造船所で更新工事が行われた。1967型は後に製造された1972型とほぼ同一設計だが、1972型には自動運転装置が設置されていないなどの差がある。保守はノーザンバーランドパーク車両基地で行われ、 当車両基地への出入陸線が、ビクトリア線唯一の地上区間である。1987年から1989年にかけて増発のため1972型を農山線から転用し、一部編成中に組み込んだほか、2009年から2011年にかけて2009型への取り替えが行われた。本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式を呼び、 車両番号の付与方法を参照のこと。1967型電車は、ロンドン地下鉄で、初めて運転台に側面まで回り込む曲面ガラスを採用した車両である。側面は、片側4扉、内中央部2箇所が幅 1372mm の両開き、車端部2箇所が幅 686mm の片開きである。 ロンドン地下鉄の商談面車両各形式に見られる、この扉配置は、床面高さを下げるために、台車上部が台枠内に入り込む、構造上、強度が落ちる開口部を台車直上に配置しないための、ものである。先頭車は、ドア1カ所分を、運転台としているため3扉であるが、自動運転前提で設計されたため、運転台側面に扉はなく、乗務員は客室、または、 正面扉を通って運転台に出入りする。登場当初はアルミ無塗装だったが、更新時にロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に塗装されている。電動車の中央部はボックスシート、車端部はロングシート。付随車はすべてロングシート。ブレーキとアクセルを1本のレバーで操作する方式がロンドン地下鉄で初めて採用されたが、自動運転前提で、 操作頻度が少ないと予想されたこと、それまでの車両でブレーキを左手で操作していたことに、習い、左手操作とされた。ビクトリア1000では4両1ユニットを2組連結した8両編成で、運用され、下記の編成を組む。DMTT DMTT DM、DM 通常戦闘に出ない DM には、自動運転装置を搭載しておらず。 校内入れ替え運転用となっているが、一部に運用の自由度を高めるため両側の先頭車に自動運転装置を搭載したユニットも存在する。1967型電車の番号体系は、下表の通り。ユニットを組む4両の下2桁の番号は同一である。下2桁01から57と80から86が型運転台、58から79が両運転台である。 1980年代にビクトリア線の利用客が増加したため、ノーザン線で運用されていた1967型電車とほぼ同一設計の1972系、電車一時車28両をビクトリア線に転用し、1967型電車と混結できる要改造、1967型電車と同じ番号体系に、 海板の上1967型編成に組み込まれた。組み込みにあたり1972系電車が先頭に出ないよう1967型電車2両と1972系電車2両でユニットを組むよう蘇生されたため1967型電車にも海板が発生している。このか、事故により廃車となった1967型電車の代替として 余剰となっていた1972軽電車を組み込んだ編成がある。詳細は以下の通り、水色地、片点や蘇生変更に伴い改版された1967型赤字、1972型からの編入者1989年の試作工事を経て、1990年から1995年にかけて車両更新工事が行われ、 電気部品の絶縁強化、何年か、内装の交換、外部塗装などが施された。ビクトリア専用車両には2000年から2001年にかけて、アクトン車両基地で女性の自動放送装置が設置された。放送の例は以下の通り。This is Green Park, Change Here for the Jubilee and Piccadilly Lines, Exit Here for Buckingham Palace, This is エービクトリアライントレーンツーブリクストンスタンドクリアオブザクロージングドアーズ2007年11月にセントパンクラス駅国際化とロンドンオーバーグランド設立に対応して放送内容が一部変更されたこの変更に合わせ下車駅を表す言葉がジュビリー線同様にアライトからエグジットに変更されウォーレンストリートへの案内がなくなっている 車両番号3016の制御電動車が、ウォッサムストーポンプハウス博物館に保管されている。この車両は、衝突事故にあったため更新時に1972、ガタからの編入者に差し替えられて廃車になった初代の車両で未更新の原型である。また、2011年のさよなら運転に使われた車両番号3052が、アクトンの車両基地で保存されている。 さよなら運転では、開業時につけていたヘッドマークが取り付けられた。1967型電車は2009年7月21日のセブンシスターズ23時55分発ブリクストン行277列車からビクトリア線近代化計画の一環として、ボンバルニアで製造された2009型への置き換えが始まった。新信号装置の導入により、 2011年5月28日をもってセブンシスターズ以北への乗り入れがなくなり残ったセブンシスターズ以南での運行も2011年6月30日で終了したローリングストックデータシートセカンドエディションロンドン交通局2013年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年1月30日閲覧 P2 にアクるルハング ノーズ、サスペンデッドモーターズの記載がある。ハービー 2002PQ。ありがとうございます。